天気予報です。西日本と東日本は太平洋側を中心に雨で、近畿などで局地的に激しく降りそうです。北海道は日中晴れますが、夜は雨の降るところがあるでしょう。全国的に蒸し暑くなりそうです。週間予報です。明日と水曜日も各地で雲が広がりますが、木曜日以降は次第に晴れるところが多くなりそうです。この先はしばらく、雨マークがないところも急な雷雨に注意してください。天気予報でした。